下手だったりとか気持ちが良くなかったり満足できないセックスを数打たれたらもっと辛いから、一回一回の質を上げる、満足度を上げてくれたら、それは結果的に回数につながるんじゃないかな。だって満足しないセックスしようしようとか言われても嫌だもん。これはですね、ジェクスさんのジャパンセックスサーベイ2017の調査報告からいきます。性の大規模調査ですね、これなんですけれども、セックスの悩みは何ですかっていうね、20歳から60代の男の人に聞いています。するとですね、男の人と女の人でセックスの悩みに大きな違いがあるということが分かりました。実際男の人の最も大きな悩みは何だったかというと、 35.8% の人が挿入自体の時間が短いこと、そして射精までの時間が短いこと、要するに挿入時間について悩んでいたということなんです。時間だったんですね、挿入の時間、挿入できている時間について男の人は、そう3人に1人以上の人が悩んでいた。ところが一方で女の人は何に悩んでいるかっていうと、挿入時間じゃないことが分かりました。女の人が一番悩んでいたのは、オルガズムに達しない、要するにいけない、そしてこちらももっとショッキングですね、快感が得られない。もうこれでですね、もう3人に1人の人がこうだっつってるんですよね。 25.1% と 13.2% です。だからセックスをしてもいかないし気持ちよくないわって、もうセックスの根幹を悩んでいるっていうのが日本人の女性のセックスの悩みではないか、口には出して言わないけれども非常に不満度が高い、これは世界調査でも出てますね。日本人の女の人のセックスの満足度が低いという、いいですか。で、挿入の時間をこだわっている男の人がこの赤いグラフですね、こんなに挿入の時間を悩んでいる一方で、女の人が挿入の時間が長い短いのよっていうことに悩んでいるのは 9.1% しかいない。だから10人に1人にも満たない問題であるということ。なので女の人の満足度を上げて、パートナーを心地よくして、次もセックスしたいわ、あなたのセックスは素晴らしいわと思ってもらうために改善すべき点はどこ、時間かい、違うよね、性的な満足度を上げることでしょう。っていうことは、なおざりなセックスではなく、なおざりな前戯ではなく、気持ちのいい前戯じゃないか。なので今日本人の女の人たちと男の人たち、どういうズレがあるのかっていうと、セックスの悩みのズレというのは、男の人は速さ、速度ね、行ってしまう速度、挿入時間の短さ、でも女の人っていうのはセックス自体の満足度が低いというね、認識のズレが非常に大きくあるっていうのが今の日本のセックス事情です。それはもう結果的にセックスレスだったりとか、拒否とか、気乗りがしないとかね、なんか言ったふりしかしできないみたいなセックスになるの分かりますよね。じゃあ世界と比べて日本人の女の人、男の人、どういうセックスをしてるんだろう、そしてどんなことになってるからこうなってるのっていうのを、世界基準の評価を今日はデータも持ってきました。今日はですね、デュレックス社の2005年グローバルセックスサーベイレポートから、これ見てみると何が言えるかというと、この横軸、これがですね、セックスの回数です。1年間にあなたは何回セックスしてますか、こっちが0でこっちが多いです。一番多いのが、ギリシャになります。ギリシャがですね、セックス頻度が1年間にもう150回以上ですから、 2,3 日に1回はしてるっていう計算になりますね。いいですか。そしてこの縦軸、縦軸は何を意味しているかというと、この縦軸はですね、性的生活満足度、性生活の満足度パーセンテージなんですよね。そしてこれ一番マックスなところが 60% で、こっちが下なんですけど、 0% か 60%、 最も性的に満足してるわって答えたのが、まあベルギーとかなんですけどね。まあね、そこで気になるのはやっぱり日本じゃないですか。日本どこにいるの、まあ、このね、ゼロに近い方なんですよ、ぶっちぎりで。はい、ここですね。離れ小島みたいに異常にセックス頻度が低くって、非常に性的な満足度も低い国であるということが悲しいから分かってしまいます。これ日本なんですね。でね、一応性的満足度がこの調査において一番低かったのは中国です。
でもほとんど変わらなかったですね。性的満足度が低いのは日本、そして香港、東アジアの特にですね、女性のスコアが低くて、女性のセックスの満足度が低いということが分かりました。一方でセックスの頻度っていうのはクロアチアだったりギリシャ、そしてこの塊がですね、まあ、ドイツ、イギリス、オーストラリア、イタリアとかフランスだから、ここら辺がヨーロッパ軍ですよね。こっちの方が東アジア軍になってくるわけなんですよね。ってことは、日本人が今行っているセックスは回数も少ないし、満足度も少ないっていうことなんで、だから、もうすごくできるじゃない。できるじゃない。改善できるじゃない。まず回数を増やしたらいいでしょ。でも下手だったりとか気持ちが良くなかったり満足できないセックスを数打たれたらもっと辛いから、一回一回の質を上げる、満足度を上げてくれたら、それは結果的に回数につながるんじゃないかな。だって満足しないセックスしようしようとか言われても嫌だもん。満足度が上がればセックスの回数も上がってくる。これはひいてはですね、私たち自身の幸せにつながって、人生の豊かさ、幸福度につながることは間違いありませんね。こんにちは、富永紀代です。この動画をご覧いただき本当にありがとうございます。現在ジョイが教える特別なテクニック動画を無料公開しています。下の概要欄から進んでぜひ見てみてくださいね。スマホの方は動画タイトル横に下向きの矢印マークがあるので、そちらをクリックいただけると URL が表示されます。スマホの方はそちらからチェックよろしくお願いします。今よりもっと性生活を豊かにしたい方は必見の内容です。詳細は概要欄のリンクからどうぞ。